こんにちは。今日はこのメランジ、まあすごい懐かしいんですけど、冬に結構使ってて、まだ一玉、どれぐらいか使ってるんですけど、これあるんで、使っちゃおうと思って、デニムですね。で、かぎ針が7号から8号。で、アクリル 100% ですね。こんな感じの。これを、両方太いんですけど、麻紐、コクヤの麻紐を使ってるんですけど、コクヤの麻紐とこのメランジをこう束ねて、横長のペタンとしたバッグを作っていこうかなと思っています。まあこの何ていうんですかね、一緒に編んでいく糸は何でもいいと思うんですけど、私はもうたまたまこれが余ってたのでこれを使っていくんですね。で、大体横幅が、そうですね、まあ、いつも大体なんであれなんですけど、まあ、30センチぐらいで横長っていう感じのを作っていこうかなと思ってるんですよね。でもこれはすごい太いんで、10号でもうザクザク編んでいけるようなバッグを作っていこうと思います。まあこうやって編んで、でここはカウントしないで、ここから数えていこうかなと思います。一応2、3、4、5、6、7、8っていう感じで30センチになるまでやっていこうと思います。目ぐらい、まあ、30目やってきましたね。で、立ち上がり1つで裏返して、ここじゃなくてここでここから細編みをしていきます。あ、これはこうやって寝かせてる方がやりやすいですね。こんな感じで細編みを1つずつ入れていこうと思います。まあ、こういうペタンとしたバッグもたくさん作っていこうかなと思っています。柄を変えたりとか、編み方を、柄っていうかこのね、糸の組み合わせを変えたりとか、柄ですよね、柄を変えたりとかしてやっていこうと思うんですよ。で、また持ち手もね、型からもう肘にかけたりもできない、腕にかけたりもできない、まあこうやって持つタイプを作っていこうと思うんですよね。で、ちょっとマチをつけようかどうか迷ってるんですけど、まあつけても可愛いと思うんですよね。まあつけるかつけないかでもだいぶ雰囲気変わっていくんで、まあここだけでも面白いですよね。こうやってセットね、裏山を拾っていきます。まあここは拾っていってもいいですよね、拾いにくい場合は。こんな感じでこう太いものを2つ引き揃えてるんで、本当にすぐ大きいものが作れるからね、便利ですよね。で、麻ひもがちょっと苦手だわって方もね、こういう風に引き揃えで編むと、まあ、そんなにも、まあね、その半分麻ひもをこうカバーしてくれてる感じだった私は思うんで、まあ、気にならないのかなと思うんですよね。まあ、それでいて太いから引き添えるとなんか太いから丈夫にもできるし、まあ、いいことしかないですよねって私は思うんですよね。まあ、こうやって、まあ、いつも通りこう裏山を拾ってここまでやっていきます。一番最後ですね、ここに針を入れて同じところに細編みを3個入れます。1、2、3で巻き込んでいきますね。私はまたここから細編みを1つずつ入れていきます。で、入れていきます。もうちょっとね、太いかぎ針でした方が本当はいいと思うんですよね、太すぎるから。でも私結構ね、なんか何ミリとかいう大きいタイプあるじゃないですか、あれの表示が書かれてても、まあ15でやっちゃうんですよね。まあできないことはないと思ってるんで、まあ15でいいかなと思って、こんな感じでね。なんか100均で持ってたんですけど、何ミリとかいう太いかぎ針、なんか100均のって結構プラスチックでできてるから、こう滑りが悪くってキュキュってなってね、なんかちょっとやりにくかったんで、かといってその手芸ショップとかでね買う気もなかったんで、まあ15でいけるかなと思ってやってるんですけど、
だから多少の編みにくさはね、やっぱ自分が悪いからまあしょうがないなと思ってやってるんですけど、まあ同じようにやられて編みにくいなって、腕痛みそうやなって思われる方は、まあ、そういう専用のものが売ってるんで、太めの、まあ何号が合うのかもちょっとわからないんですけどね、私は、まあ、ずっと10号でやっちゃってるから、まあ、そんな感じで。でこの糸もね、なんか引き揃える糸、これもね、なんかこれソックスヤーンでやってるんですけど、麻ひもとソックスヤーンもすごい合うので、まあソックスヤーンとかでもすごい可愛いですよね。まあ、結構長く入ってるから、ソックスヤーンも量が、だからバッグ一つぐらいは麻ひもとこう引き揃えて編めるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、これも上に作り方を載せているので、よかったら見てみてください。これめっちゃ可愛いですよね。この線がビービーって出ていくから、普通の編み方よりまた違う色の出方をするからね、面白いですよね。この編み方もまたそろそろやりたいんですけど面白いですよね。もう何回かやっただけでハマっちゃいました。でもなんかね、この細編みも結構私は好きになってきて、なんかね、前一時期細編みはめっちゃ嫌いな時もあったんですけど、交互に編むやり方をやりだしてからすっごい好きになりましたね。なんか全然飽きずにずっと編んでられる感じだから、そのなんかやってみて、あ、もう交互でできるなって思ってから、結構同じ方向でやる機会がほぼなくなっちゃって、だからたまには同じ方向でやると新鮮なのかもしれないですけどね。もう編み方で全然色の出方も変わってくるし、すっごい楽しめますよね。って感じでね。で同じ柄引きを揃えてても柄を変えるだけでまた変わるし、面白すぎますよねこうやってね、ずっとやっていきます。どうしようかな、マチをちょっと透けようかなと思います。ちょっとだけ透けて、で、まあ、今回も交互に、でもこういう色の出方は同じ方向でいった方がいいのかなって思うんですよね。その方が綺麗に出るのかなって、まあ、交互に編んだりとかしてるところもあるんですけど、まあ、今回は同じ方向でいこうかなと思います。だからそういうのも使い分けれるし、でまたね、こう斜めに走って行ってもなんか目立ちにくいなっていうのもあるし、なので同じ方向で行きますね今回は。面白すぎますよね、こうやって一番最後まで来て、ここの一番最後のところに同じところに2つ入れますね。2つ入れて、で最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がり一つで、同じ方向でいくので根元に同じところに細編み2つで、ここからは細編みを一つずつ入れていって、まあ、私は1段目、これ2段目ですね。今2段目は特別飾りなんですよね。もう端はこことこことここって分かってるんで、この3個を抜けたここまで細編みしていくって思うんですね。まあ、結構長い場合は、まあ、数えるんで結構私はストレスに感じるので、そういう風に見て細編みしていきます。28編んできました。そしたらこことこことここに1つずつ同じところに細編みを2つずつ入れていきます。1、2、であと1、2で最後また1、2で増やして、ここの楕円を広げます。であとはまた21細編みをしていきます。まあここも最後が1、2、ここ引き抜きなんでね、こことここが空いてるといいなっていう感じで、ここまで細編みをしていったらいいんだなっていう感じで見ていきます。ではやっていきます。はい、28編んできました。そしたらここは引き抜きなので、
こことここに1つずつ細編みを同じところに2つずつ入れます。1、2、1、2ってしますね。でここ引き抜きで最初の細編みの頭、ここに針を入れて引き抜いて立ち上がり1つ。でここからはもうずっと増し目なしでやっていきます。で根元からずっとやっていきますね。同じ方向なんで、こうやってずっと1、2って1段目は数えていきます。私は3、4っていう感じで数えて1周やっていきます。こんな感じで68一周ありました。でここからもうマッチはつけないんで、まあ、ほぼほぼペタンとした感じのを作っていきたいんで、まあ、ちょっとだけマッチつけましたね。でここから1段と数えてずっと好みの高さまでやっていこうと思います。ずっと同じ方向でやっていきます。はい、こんな感じで編んできました。でまあねここまで編んでてまあ、この横幅に対してこれぐらいでね持ち手があるタイプって思ってイメージして始めたんですけど、この糸がねメランジの糸、まあ、これもね見た目すごいあるし、まあもともと結構入ってるから、まあ、全部いけるやろうと思って簡単に考えて始めたんで、まあ、いつもこうなるんですけど、だからねここでまあもうなくなっちゃったんですね糸が。こんな感じで、でちなみにここから始めてこう編んでて、まあ後のここの辺はねこれだけじゃ足りないから、まあ、ここはちなみにほどくんですけど、まあねこうなるんですよねでねここから麻紐1本でやろうと思うんですけど、その麻紐1本でやるにしては、まあ、普通に細編みするにしてはちょっと細くできると思うんですよね。なのでまあ、こういう風にねここから、まあ、一本にしますよね。まあ、ここから一本にします。いつも糸をつなぐところですよね。ここから麻紐だけ取ってこうね取って、で最初の細編みの頭に針を入れて、まあ、ここは巻き込んで、で立ち上がり一つでこうここをグッと押さえておきますね。でこれはもう切る方向なんでパチンと切っておきます。こんな感じでね、でもう巻き込んで編んでいくんですけど、まあね普通の細編みでやっていこうと思ったんですけど、ちょっと細くできると思うんですよ。ここは分厚いのに対して細くできると思うんで、なのでまあそれも何回かやってみてちょっと細いなとかいうのもあったから、分厚く編める編み方でここから上はやっていこうと思うんですよ。私あんまりねこういう色が入ってっていうのに上にね柄を持ってくるのあんま好きじゃないんですけど、まあ、ちょっとやってみようかなと思って、あんまりしないんですけど、今回はこの一つ前の動画、このチャックポーチをね作ったんですけど、この編み方がねちょっと分厚く編めるんですよね。だからこれをもう一回ちょっとやってみようかなと思って、ここで使っていこうかなって思うんですよね。でちょっとわからないわって方もおられたみたいなんで、まあちょっとやってみて、で糸を一段一段変えていかなかったらどうなるかっていうのもお見せしたいなと思って、まあ私は分かってるんですけど、まあちょっと一色でっていうかね、これは交互に編んでるんですよね。黄色白黄色白って一段ずつ変えていったら縦になったんですね。あれがまあ一色で、で今回は、まあ、この黄色の時はこの根元からやったんですけど、まあ普通にここからやっていこうと思います。でここで、あでも一段だけ、まあそうですね、どうしようかな、まあ一段だけ麻紐で細編みを一周してもいいと思うんですけどね。まあ、このままやっていきましょうか。ここから下に針を入れて細編みで、で戻ったここ根元ですね、
根元に針を入れて、針を入れて、まあ巻き込んでもいいんですけど、まあ立ち上がり糸始末していきましょうかね。今回はこう細編みで、また、まあ、ここを見ていきますね。ここここここ、まあ、1個ずつがやっぱりちょっと太めなんで、まあ結構飛ばす感じにはなるんですけど、飛ばす感じっていうかね、まあ、間が空く感じですよね。ここじゃなくて次のここの下に針を入れて細編みで、戻った細編みの頭に細編みで、ここ入ってるから次飛ばしてここに細編み、あ、でも1本だからちょっと遠いかな。で、戻った細編みの頭、ここですね。ここじゃなくてここ入ってないところの細編みの頭に針を入れて細編み、こんな感じで一緒やっていこうと思います。ちょっと、まあ、こうやってねピッピッって出ていくんですよね。今のやり方すると、あの1回目1段目細編みしてからしないでこのまますると、ちなみにこっちでねちょっとやってみたんですよね。細編みを1段やってからこう同じように編んできました。そしたらここはね、まあこのギザギザみたいにならないんですよ。まあどっちが好みかっていう感じなんですけど、まあ、私はこういうのよりこっちの方がいいなと思ったんで、まあ1段目やっぱり細編みしますね。ずっとこうやってねちょっとどっちがいいかとかやってみるんですよね。こうやって1段細編み挟んだ方がいいか悪いかっていうのね、こうやってやってみると、まあどっちが自分の中で好みかっていうのも分かるし、やってみるんですねで、こうやって根元から、だからもうこれは巻き込んでいきますね。細編みでずっと編んでいくんで、こうやって根元からずっと細編みを一周やっていきます。一周細編みしてきました。でこれも根元からじゃなくて次から細編みしてやっていきますね。で根元の細編み頭に入れて、でまたここを見ていきます。ここで今入ってるから1個飛ばして次の細編みの下に針を入れて、戻った細編みの頭に針を入れて、でまたここを飛ばして次、こういう感じでずっと入れていきます。まあ、ここはね、無理やり引っ張らないで、ですかね、遠いから引っ張りたくなるんですけど、ここ飛ばしてここの下、ここに針を入れて、こう大きめに細編みして、まあ、自然にここはゆったりしちゃうんですけど、まあ、それはもうしょうがないんで、こう細編みこんな感じでずっとやっていこうと思います。1個飛ばして次の下に針を入れて細編みで、返った細編みの頭に針を入れて細編み、これずっとやっていきます、はい、こんな感じで一緒にやってきて、で今ここに入ってて1に空いてますね。だから1個飛ばしてここなので、まあ、合ってるなって思うんですよね。ここ引き抜きで、1個飛ばしてここなんでね、入ってる入ってない入ってるなんで伝わりますかね。で最初こうやって編んで、で1個戻って細編みの頭に針を入れて、で一番最初の細編みの頭ここに針を入れて引き抜いて、立ち上がり1つで、ここから2段目、曲がらぬ2段目ですね。まあ、次はここですね。まあ、ここはでもここから入れた方がいいかな。まあ、ここから入れましょうかね。まあ一個一個立ち上がっ色を変えていった時はここから入れていったんですよね。じゃあ右にこう斜めになるか左に斜めになるかって感じなんですけど、ここに入れていったら
こことはして、ここから入れていくやり方をやると左に流れていくんですよね、あの立ち上がりが。まあどっちでもまあいいと思うんですけどね。まあ、あの黄色の方はここに入れていったんで、やっぱりここに、ここから入れていこうかなと思います。ここに針を入れて長い細編みで、こう返ってきたここ頭に針を入れてちっちゃい細編みで、またどこを見ていくかっていうと、ここですね、ここを見ていきます。ここに一番最初に入れていきます。だから次はここに長編みで細編みして返って、まあ、やることは一緒なんで、まあ、2段目からはずっとね、こういうここを見ていって、ここにずっと1個目を入れていって、で返って細編みっていう感じに、ね、ずっとやっていきます。ここに入れて細編みで返って細編みっていう感じで、これだとねちょっと太めにできると思うんですよね。うん、同じぐらいになったんで、まあ、これでちょっとやっていこうかなと思います。こんな感じでずっと好みのところまでやっていきます。こんな感じで1周編んできました。でここは結構開くので、まあここでつないだら結構ね開くんですよね。なのでまあここに入れていこうかなと思います。ここに、だから引き抜きをまたいでですよね、ここに針を入れて、で細編みで戻ったところに細編み、それで最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて柄の2段目、まあ、こうやって繰り返し繰り返しやっていこうかなと思います。まあでもここに、ここから始まってもいいし、あ、そうですね、まあ、遠いからここから始まってもいいかな、まあ、どっちでもいいと思うんですよね。でなんかあの一周私だったら68目ですかあるんで、それで数えていって、まあ、最後で合わなかったら2個足りないなって思ったら入れて、2個増えてるなと思ったらここには入れないんだなみたいな、そういう感じでやっていくといいのかなって、まあ、私はそういう感覚でやってるんでだからね、前とやり方もちょっと違うんかもしれないですけど、前はどうやったんかな、まあ、そういう感じででもなんかいい感じですね。なんかね、あの見方としては前に入ってるこことここを見て、でこことここの間に入ってる状態ですね、こことここの間、こことここの間みたいな感じ、だからこれを合ってるんだなっていう感じに見るんですよね。私はこれで合ってますよね。こうやってやっていきます。でまた次はここから入れていこうかなと思います。そうですね、まあ、さっきはここの根元から入ってないんで、まあ、今回もこうですかね。そうですね、だからここ入れて、だから左にこう立ち上がりがなっていく状態にはなっていくんですけど、でね、帰ってきたところに細編みの感じにずっとやっていきます。だから最後もまたここでこことここの間に入れるから、ここですよね、次入れるところ、こんな感じでちょっとやっていきます。ずっと、まあ、好みのところまでやっていこうと思います、はい、こんな感じで4段編んできました。この立ち上がりのとこも結構自然にできてますね。でここで、持ち手をね作っていこうかなと思っています。でマーカーでちょっと印をつけるんですけど、いつものように、まあ、四角いね、四角い、そうですね、まあ四角じゃなくて、まあ、この上もちょっと柄にしてみたいなと思ったんですよね。なんかこの柄で上もするのは初めてなんですけど、まあ、ちょっとやってみようかなと思って、でこう置いて、まあ、1、2個目ぐらいでちょっと余裕を見て、まあ、3個ぐらいかな、そうですね。でこっちもちょっと1、2、3個目ぐらいに印をつけて、この中を数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14で14っていうのを、
まあ、どこかに書いておきますね。14って。で、これでちょっと真ん中が14になるように、また持ち手のこの決め方でちょっと計算して決めていこうと思います。こんな感じで14って書いてて、まあ、この真ん中を14にしたいんですよね。で、全体が68目あって、私の場合はで、こっちと向こう側で2で割ります。じゃあ34片面あって、その34を3個で割ります。でも割り切れないので真ん中に1つ割り切れない分を持ってきて、11、12、11で出たんですよね。でそこから14にしたいから、真ん中を2つ増やして、で真ん中に1つずつ持ってきた状態なんで10、14、10で出ました。だからこうやってね、まあ、ペタンって置いてみますよね。でまあここはもういらなくなるんでちょっと取りますね。この状態でちょっと歪むんで、まあ、ここをこっち側にしようかなって思いますね。で、こっちも一応こうやって透けておきます。まあ、こっちはずれる可能性があるんですけど、だから、まあ、こっちなんで、この入っているところが私の場合は。なんで、ここから、1、2なんで、私は、この14、14じゃない、あ、10なんで、こっちの2つはこっちに回ってくるので、あと8、ここから数えてやっていきますね。でそれも柄でちょっと進めていこうと思います。ですね、ここですね、12、これもちょっとできるかわからないんですけど、ちょっとやってみようかなと思って、できたら可愛いなと思って、12、3、4、5、6、であと2つなんですけど、まあちょっとねバランスを見ながらなんでですね、ここで2つ、まあ、こっちからこっちずれてるから、うん、1、2、3、4、5、6ですもんね。今6で8、1、2、ここに2つ入るからあと2つですね。このままなんでいいんだなと思って、で2つしますね。これで8で、最後にこう回ってきた時にここで2つ目ができるので、ここで14、ここを開けたいので、まあ、今回も14、このままの数を開けたいって思うので鎖編みを14していきます。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14で、まあ、ここの入っているところをのけて、まあ、ここはねちょっと数え方は難しいかな、まあ、ここからですよね、数えるの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14は来たいので15個目に針を入れて、まあこうですよね、ここの下、ここに針を入れて、まあね、この柄でやるのはちょっと難しいところではあるんですけど、でも柄でどうしてもやりたいなと思っちゃって、こうねやって、まあ、戻りますよね。ねここに入れて、で変えるからここですもんね。あ、これもちょっとずれるのかもしれないんですよね。まあ、いけると思うんですけど、こんな感じでちょっとねこっちもスーッとやっていこうと思うんですよ。はい、こんな感じ一周やってきたんですけど、ここでね合わなくなったんで、まあ目数的には合ってるんですけど、大
多分こういうところで読み間違えてるんですよね。さっきはここの中も数えていったんですよ。1,2,3,4 って14開けたいんですけど、14開けたことにしてて、でもここはやっぱり入ってるんで数えないっていう感じで、ここから数えますね。まあ当たり前ですよね。私はちょっと間違えてました。1,2,3,4 っていう感じでね、ちょっとそういう感じで、まあこういうね、つけるところ、そこまでちょうど来たらいいんですけど、それも難しいところなんですけど、まあ調節してちょっとやっていこうかなと思います。はい、ほどいてきて、ちなみにここじゃなくてここから数えますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 で15個目に入れたいんですよね。でも15個目はこの上に細編みをするとこなんですよね。でもここに先に入れますよね。だからここに先に入れて戻るっていう形で15個目にちょうど来るので、まあこれはちょっとやりやすいなっていう感じではあるんですけど、1回目に入れて、だからここの時点では1個飛ばしてることになるんですけど、戻るから15個目には入るんですよね。まあちょっと難しいですね。まあでもやってみて柄になったら可愛いんで、ちょっとこれでやっていこうかなと思います。まあ、あとは1、2って数えて、3、4ってこうやって数えてつけていきますね。まあ、10数えて、でまた逆の方向もやっていって、同じように数えてこっちまで最後までやっていきます。ちょっとこれでも合わなくなってて、だから最初の数え方がちょっとまずかったかなって思うんですよね。こうやってここで数えてたんですけど、このここの前の1で数えた方がいいですね。だから今 1,2,3,4,4 が8、8個入ってて、でここに1つ入れるからこれで10になるんですけど、それだとちょっとこっち寄りなんですよね。だからまあここここってもう1つここに入るから、ここはいらないことになりますね。 2,4,5,8 で、なので1つずれることになります。だからまたこれをやり直して、ここをほどいて数えていこうと思います。はい、こんな感じで一周やってきて、でこっちの面はもう2,4,5,8と、私は10なんで10で合ってるなってなって、でここは端につけてたマーカーですね。でこっち最初は 1,2,3 あと2ついるんですね。だからちょうどだなと思って、こことここに先に入れていきます。これでぴったりたんで、ほどいてよかったなと思いますね。まあこれね、これもね、この柄でこの持ち手のところまでやったことないから、この柄でだからちょっとねでもどうしてもこの柄でやりたいからちょっとやってみましたね今回。でもこうやってね、何回かやってるとまあできることも分かってくるから、で最初の細編みの頭、ここに針を入れて引き抜いて立ち上がり一つしときます。こんな感じで、ここもずっとここに柄を作っていきたいんですよね、この柄。まあでもここはねちょっと難しいのかな。ちょっとここもここからやっていきますね。1、あ、重ねなくてもこのここですよね、ここまでやれますね。こう編んで、で帰って細編み。まあ最初の1段目は普通の細編みになりますね、やっぱり。うん、やっぱりこう引っ掛ける部分がないと思うんで、だからそうですね、まあ、ここはどうしようかって思うんですけど、まあ、ここは一つ細編みが残ってる状態なんですよね。そうですね、あ、違う、ここに入っていることになっているから、こういう編みにくいですね。うん、ここに入っていることになっているから、この1個目から細編みをずっと1段やっていきます。でここもね、この流れでいつもだったらこの裏を取っていたりとかするんですけど、今回はこの2つ取っていこうかなと思います。細編み2つ、このなんていうんですか、向き的にもこっちの方が綺麗かなと思うので、1本手前に残して2つですね。
だから先にこの一本の手前でこう引いといて入れるのが入れやすいのかなって思うんですけど、こうやってねずっとやっていこうと思います。でこういうところに来るとまた柄を編んでいってっていう感じですね。ここまで細編みして、でここからはまあそうですね、ここもちょっとまた来たらビデオ撮っていこうかなと思います。はい、こんな感じで編んできました。そしたらここがちょっと問題なんですよね。まあ次なら、いつもだったらここに入れるんですよね。でもなんていうんですか、1個戻るじゃないですか。戻るところがないんで、まあここを入れるか入れないかで、まあ後々変わってくるのかもしれないですけど、でもここは入れるところなので、まあこの長編みじゃないわ、この長くこう1個やっといて、でいつもだったらこう変えるところに入れるんですけど、入れないで次行こうかなと思います。次こういつも通りねやって、こうやって進めていこうかなと思います。まあそういうことですよね。まあここを入れなかったらまた目が変わってくると思うんですよ。だからこれで合ってると思うので、まあこのままやっていこうと思います。でずっと同じように、まあ、こういうところがね入れるところが難しいと思うんですけど、まあ、やっていこうと思います。まあ、このように見ていったらいいんじゃないかなって思うんですよね。これでちょっとやっていきます。ちなみにここは入れる、ちっちゃいのを入れるところだと思うんですよね。まあ、本当にねこれ私がまだ勝手にやってることなんで、まあよかったらやってみてくださいって感じなんですけどね。まあ細編みでずっとやっていくから、まあ、どっちみち細編みだと思うんで、まあいいと思うんですよね。まあこれでね、まあ、なんていうんですかね、まあ、なんていうんですか、コメントでも書いてくださるようにね、こう、きっちりやって進まないよりは、まあ、こういうふうにやってみて、結果的にね、可愛く綺麗にできたらいいかなっていう考えなんですよね、私は。だからそういうのに、そういう考えにね、共感してくださる方もおられるんですけど、まあ、まあ、そんなん嫌だわって方はなんか他で調べていただきたいんですけど私はこれでやっていきますね。こんな感じで、まあでも綺麗に普通にできてるんで、まあこういう風に、まあここもまたまあここもね細編みですよね。ここあでもここのすぐ下だから、この下だから長くさっきみたいに、こういうことですね。さっきみたいに長く取って次。長く取って戻って細編みのところはしないで、長く取って次も長く取って細編み、ちっちゃい細編みっていう感じ。次のところからちゃんとっていうか普通の感じでやっていきますね。で最後までやっていきます。こんな感じでもう立ち上がり一つまでしてきましたね。でここから、まあ、柄を作っていけるなっていう感じ。まあこの状態でも十分可愛いんですけどね。めっちゃ可愛いんですけど。で、ここは違うくて、次のところから入れて、こう柄を作っていきます。まあここは一緒なんで入れ方は。で次どこに入れようって感じなんですけど、まあここですかね。ここに入れて長いのして戻るっていう感じですね。1個飛ばして、なのでこう長いのを入れて戻る、で1個飛ばして次の下。まあねここはね結構緩めに鎖編みした方が良かったのかもしれないんですけど、まあ、こうやってね太いものを2回も入れるから、こうやって長くして戻る、これでね柄が作っていけると思うんですよね。持ちてこうやってずっとねやっていこうと思います。でここ入っているからここ飛ばして次ここにね入れにくいんですけど、なんかねちっちゃいかぎ針
ね。まあ、ちっちゃいって言ってもそんなちっちゃすぎても意味がなくなると思うんで、まあ、8号ぐらいのを誤差してみてですよね。あんま変わらないかな。でこう太いところをねこうやってこうやると入れやすいと思うんですよ。で大きい細編みして、でここはもう入ると思うんで細編み、こんな感じでずっと一緒にやっていこうと思います。はい、こんな感じでここ一番最後ですね。で一番最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて、でこのまま引き抜き編みをしていこうかなと思います。こうやってまあしっかり気味にしたいので普通のやり方でやっていきますね今回は。でこの穴の中をどういう風にしようかなと思って、まあ、ここが入りにくいんですよね。もうすでに2個入ってたりとかするとかは特に、まあ、ここはしっかりしてるからいいかなとか思うんですけど、ここだけするのも、まあ、糸始末も増えるしどうなんだろうと思って、まあ、こことねここもちょっと気になりますよね。こっちはビヨンって出てんのにこっちは下が出ててこっちは上が出ててみたいな、まあ、これもねやってみて思ったんですけど、私偶数でやってるんですね、14だからここを奇数にしたら変わったのかなとかね。うん、でも私の全体の目数的にはここを奇数にしたら、まあここもどっちかが多くてどっちかが少なくてってなると思うから、まあできないはできなかったんですけど、まあ、そういうところもね、なんかもしかしたら奇数でやるとまあ、普通には見えるのかなとか思うんですよね、こういうところ。ちょっと気になるは気になりますもんね。うん。まあ、これも引き抜きで、まあ、隠していけたらいいなとかも思うんですけど、まあ、どうですかね。まあ、ここはね、もう完成でも全然いいと思うんですよね。ここもしっかりしてるから。でも、ここも引き抜きましょうかね、今回。そういうところも迷うところではあるんですけど、まあね、ちょっとやってみて失敗した時がいいってなるんで、私もねやってみるのも恐る恐るやったりとかするんですけど、でもやってみてよかったらなんかすっごいラッキーって感じなんで、まあちょっとやってみるのもいいのかなと思うので、まあ針はね入りにくかったりすると思うんですけど、さっきもねなんか8号に変えてとか言うのはめんどくさいと思われる方は、こういう風にね、まあ、爪とかこう引っかかっ何回か引っかかったから危ないから爪はちょっと避けといて、まあ、こういう風にやるのも、まあ、どうなんですかねきついんですよね。だからもうちょっと緩めに鎖編みをすればよかったなとかいうのも後でやってみてですね。まあ、そうですね、普通の細編みで終わるんじゃなくてここにまた入れようとするのは分かってたはずやから、まあ緩めに鎖編みするのもいいのかなと思いますね。いつもよりどうしましょうかね、ここ鎖引き抜き編み、まあ本当はやりたいんですよね。まあこういうところこうやって割れちゃって、まあ、こういうとこもちょっと隠そうかなとかね、隠れるんで、こうやって、どうしましょうかねと思って、こうやってやりながらちょっと考えてるは考えてるんですけど、なんか失敗した時ね、こうやってボコって穴が開くから、穴っていうかこうね引き気味な感じで終わってしまうから、まあこれも一回ほどいてるからね、ほどいてないか、ちょっと緩めにはなってるんですよね。ここはもう絶対やりたいんですよね。ここですよね。まあ、この辺から始まって、ここで終わってもいいんですけど、引き抜き。まあ、どうですかね、と思って。でもちょっと、まあ、進めていきながら、まあ、考えようかなと思います。これをね、最後までやっていきます。こうやって。こんな感じで、一番最後まで。引き抜いてきました。そしたらここから始まってて、ここは引き抜きっていうかそういうところなので、まあ一番最後のここで終わりですね。でここで糸をカットしてシュッと抜いて、で
この最初の細編みの引き抜きのところ、ここに糸始末していきます。で、出てきたところに帰りますね。こうやって。こんな感じになりますね。で、裏に糸始末していきます。適当なところに通して、もうちょっとやっとこうかな。こんな感じでやりますね。で、パチッと切って、パチッと切って、パチッと切りますね。これで完成でもいいと思うんですけど、まあ引き抜きましょうかね。まあここは入らなくて、まあ。もうここを入れるだけでもすごい大変だったんで、まあ多分入れれないんですよね。だからまあこの辺からずっとここに、まあ、10号ですよね。10号で引き抜いていこうかと思うんですよ。まあそれもねちょっと難しいのかもしれないですよね。まあここもちょっと綺麗にしたいので、こういうところに取ろうかなとかね。本当にね、私、まあ自己流なんで。まあ、このままでも可愛いんで、このままでもいいわって方はもうこのままで完成でいいと思うんですけど、私はちょっと気になるんで、やっとこうかなと。で、次のところも、こう、針を刺して、で、いつものようにこうね、糸も巻き込んで、糸始末もこう逃れていこうとしますよね。で、次は引っ掛けない。で、次は引っ掛ける。で、次は引っ掛けない。あ、ここのね、裏の糸。で、次はこう引っ掛けますよね。で、引っ掛けない。引っ掛けないところで終わります。あの上に出てきちゃうんで。で、ここでもう糸カットしときますね。あ、これでね、いい感じになると思うんですよね。うん、こっちもしっかりしてるから。何回も言いましたね。こうやってね、引き抜いて、まあ、最後どうやって終わろうかっていう、まあ最後の糸始末は逃れられないと思うんですけど、こんな感じでやりますよね。で、この角もこことここに入れたので、こっちだからそういうところを合わせていきますよね。やっぱりそういうところを合わせないとまた変な感じになっちゃうと思うんで、まあ、2箇所入れて、ここで糸をカットしてシュッと抜いてね。で、ここで糸始末するんですけど、まあ、ブラーンってなるじゃないですか、こうやってブラーンって。だからこれを止めるために、まあ、1回ね、まあ、同じところでいいですよね。同じところでもいいんで、こうやってやると止まるんで、しっかりとこうやって。で、また表に出てきようかな。表に出してきて、で、また後ろにちょっと糸を挟んだりとかして、後ろにやって、で、糸始末でいいと思うんですよね。これでもしっかり止まってくれると思うので。こんな感じで。で、こういう時も、あの、不安のようだったら、こうやって一回出ますよね。出て、ちょっと返しみたいな感じで、こう一本糸を挟んだりとかして、そういうのもいいですよね。また普通に適当なところに通して、糸を割って止めるのもいいと思うし、こういう感じで。で、もう片方も同じようにやっていこうかなと思います。ではここもやっていきます。はい、こんな感じでできました。めっちゃ可愛いですねやっぱりなんかこういうのはいいですね。この色は色で普通に細編みして上だけ柄編みとかやってみてよかったですね
で、今日のレシピはちなみにこんな感じです。結局増し目なし12段細編みをして、でそこから1段麻紐で細編みして、4段ここまで柄編みっていうかしましたね。でその上は1段ですね。まあ1段目は柄編んで、で鎖編みして2段目、だから全部で4段ですね。こんな感じになりました。でサイズ的には、まあ、横にペタンと置いた状態で、31センチぐらいですね。で、まあ、深さは、まあ、ペタンとした状態で、まあ、マチはあるんですけどね、ペタンとした状態で真ん中で18センチぐらいですかね。こんな感じで、でここは、11.5、11センチぐらいですかね。こんな感じになりました。まあ、これもね、なんかバックインバックみたいな感じで使えたりとかもできますよね。あのビニールバッグ、あの透明のあれじゃないですか、100均とかでも、その中にこれでポイって入れても可愛いと思うんですよね。なんかいろいろ使えると思うんですよ。まあ、財布とか必要なものだけこうやって入れて、これだけでちょっとそこまでバッグみたいな感じで使えると思うし、まあ、こことね、ここに金具つけて斜め掛けバッグとかでもいけると思うんですよね。こんな感じ、それは可愛くできましたね。なんか若干ね、ここは狭まってるんですけど、まあ見てお分かりの通りちょっと狭まってるんですよね。でもね、これはちょっとこういう風にグッとね広めると、まあちょっと無理はあるんですけど、ちょっと治るかなっていう感じ。まあね、緩く編もうとしててもやっぱりこういう風にはなるんですよね。だから気をつけて編まないと、もっとグッと狭まると思うんですよ。もともと太いところに普通の一本で編もうとしてるんで、まあ、この色の変わり目のところでちょっと気をつけた方がいいのかなって思いました。まあ、私もね、ちょっと狭まってるは狭まってるんですけど、まあ、こういう感じになりましたね。はい、こうやって組み合わせでもだいぶ雰囲気も変わるし、すっごいこの形的にも使えると思うんで、まあ、ぜひやってみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。